んにちは。宮本先生の EMA のインタビュー第4弾です。第4弾では後期研修ですね、救急医までの研修についてお話を伺っていきます。宮本先生お願いします。はい、よろしくお願いします。そもそもその後期研修救急っていうのはそこはもうずっと変わらず、それは変わらないですね。で、初期研修18人いたんですけど、はい、僕の記憶が正しければ一番最初に志望科言うんですよ。誰々です、妙義です、なんとか志望ですみたいなね。そう、自己紹介。自己紹介ですね。まあまあブラックやな、この。ですけど、で、その時、半分ぐらいで救急志望やったんです。救急志望やったんです、半分ぐらい。まあ、救急病院なんでね、結構。そう、救急志望。半分外科。3分の1外科。で、これ、内科と小児科、産婦人科、みたいな感じでね。半分が救急みたいな。結果、卒業して、救急に行ったの。あれだけちゃうかな。あ、そんな少ないんですね。え、僕だけかな。めちゃめちゃ少なかったです。で、初期研修で、救急やるときってよく、しんどいことって結構多いんですね、その、そのどんだけいくつかわかんないですけど、VR 型救急ってよく生まれるのって、はい、やっぱお願いすることが多い。仕事柄なんですよね。お願いを受ける柄というよりはお願いすることが多い仕事。そうですね。それがやっぱり、メンタル的にしんどくなっちゃう人が多くって、いっぱいそれ以上にいいとこっていっぱいあるんですけども、はい、その中でやっぱり救急よりコンサートする側にもコンサートされる側に回りたいっていう人が多々いるんじゃないかなって思いますね。後期研修をなぜ初期研修と同じところに残らなかったかというのは、結構みんな気になって、気になってるというか別に、こと、別にみんな興味ないと思うんですけど、同じとこ残らなかったんですかっていうのは一つ、ポイントになると思うんですね。同じとこ残って、こう、検証するっていう理由とかあると思うし、僕を、その、小野川さんにきっかけだと、岡先生の、に、まあ、誘われて、こう、検証に入った、そっちのプログラムに入ったっていうのが、まあ、結論から言うとそうなんですけど、なぜ選んだかっていうと、当時、救急科専門医プログラムってまだ決まって、カタッと肩にはまって決まってなかった時で、まあ、ある程度自分でこういう科を選べば好きなとこ行っていいよみたいな感じなんですね。で、大学病院で、まあ、出来たての医局でまだまだ研修する素地としては十分ではなかった中で、医局の病院に出てもう少し修行を積んで、やってみやれることができる、そこの病院に短期研修という形でお邪魔させてもらって勉強させてもらえるようなプログラムを自分で選んで作ることができるということを言われて、それは面白そうやなって、人生また自分でこう、まあ、ある程度決めて、自分で勉強をすることができるっていうのは非常に面白いなと思って、結果的にまたこれもすごい結果的に言うとすごい良かったです。すごい成功だったなと今のところでも自分は思います。大学病院でも教授させてもらったし、まあ近くの中学内科が強い、まあ市中病院で研修させてもらって、中学の勉強させてもらって、進化点とか IABT や PCPS であったりとか、あるいは循環器集中治療、スマンガンズにいた足循環器集中治療とかいうことで、まあそこで循環器と心臓器科の周辺をそこでさせてもらって、短期ですけど、で、はい、小児科の研修をしたりとか、PICU であったりとか、小児科を千葉県でさせてもらったりとか、はい、あるいは、大学で、ER 有名な林栄夫先生の元で勉強させてもらったり、整形外科系の病院で研修させてもらったり、西津健科病院という病院で研修させてもらったり、というところで、あとは、まあ、救命センターですね、大阪の千里救命センターで研修させてもらったり、藤田慶生大学というところも、急に ICU で勉強したというところで、今のところで勉強させてもらったり、その、何が良かったかって、そのプログラムすごい救急のしやすい病院だけで勉強していると、自分の性格上、そうでない人はたくさんいると思うんですけど、自分の性格上、それを自分の実力だと勘違いしてしまうことがあって、ER ってもうみんな口酸っぱく言うんですけど、病院力だよって言うんですね、病院。もちろん当然ですけど、当たり前ですけど、救急医だけの力でできるものではない
して病院全体のバックアップ、病院全体の協力がないとできないんですけど、そう口で聞いてはいたけども、それを自分で実感することができなかったんです。多分そこにいればずっと、まあ言い方悪いですけど、おごりかぶったような状態で進んでいってただろうなと思う一方で、いろんなところ、大学病院、当初の大学病院、まあなかなか救急に慣れてない状態で、なかなか救急の検査とかも時間がかかるし、何をするにしても入院がなかなか取りづらかったりとか、病床の関係であったりとかっていうところで、いろんな問題がある中で、救急をしにくい環境で身を置いたりとか、あるいは、地域柄っていうのもたくさんあると思うんですね。例えば、100床ぐらいの、中小規模の、中ぐらいの規模の病院であれば、この患者さんはここで、まあ、ステイできるだろう、この患者さんは送るべきだろうとか、あるいは、その、社会が困っている、まあ、社会的に問題のある患者さんを、例えば超急性期病院であれば無理やり返すざるを得ないところが、そういう病院であれば入院をして経過を見て調整をすることができるとか、というところをいろんなところでいろんな、その、各地の悩みを勉強したりとか、各地の特色を勉強して、自分自身がいかに恵まれた環境で職員士をしているかっていうことがよく分かったっていうのが、すごい良かったことですね。本当に、まあ、言っちゃなんですけど、すごい調子乗ったんですよね、多分。3年目の僕を知ってる先生とかも、ほんまずっと思ってると思うんですけど、あいつマジで調子乗ってたなと、今も調子乗ってるように思われてるんですけど、まあ、ほんとあいつは悪いよねって、こうなんですか、調子乗ってるよねっていうふうに思われてたと思うんですけど、それはやっぱり良くなかった点だなと、今でも反省してます。ずっと反省してますし、それは一重にそういうプログラムで学ぶことができたので、自分自身が、こう、まあ、自分を顧みる、自制するきっかけをもらえたな、というふうに思ってる。まあ、その中の先生方、皆さん素晴らしい先生ばっかりで、やっぱさっき言った心理的安全性もずっと保たれているような、何かあっても守ってあげるよ。そして、その範疇でしっかり自分の与えられた環境でしっかり、働きながら勉強してもらったらいいよっていうふうに、皆さんそういうふうに接してくれるような、病院だったので、本当に良かったなと思いますし、はい、さらにまあ、そういった中でいろんな環境に身を置いていろんな勉強することができたっていうのは本当に良かった。自分自身の大きい、本当にもう、限られない財産だった。引っ越しだけが大変でした。3ヶ月に1回引っ越すんですけどね。で、先輩とかで、ね、家財道具ほぼなしで移動する人もいたんですけど、僕はもう家財道具、大きな家財道具があったんで、全部持って引っ越ししたんで、めちゃめちゃ、だからですね、貯金も全然たまらなくて、ほんと良くなかった。まあ、そういう意味ではでもいろんな出費も痛いんですけど、それでも、当時の自分自身を振り返ってみると、本当に、いい検証させてもらえたなっていうふうに思ってるっていう意味で、まあ、そういう意味で、各病院の先生はとても良かったですし、さらに、そういった、ここが変わればやり方も変わるっていうところをきっちり学ぶことができたっていうところは、本当に良かったなと思います。うん、救急って、全般的に、与えられた環境でベストパフォーマンスを出すっていうところがあって、はい、そういったところで、ところ変われば人が変わるっていう。で、僕自身相当、まあ、頑固な性格っていうのもあって、こう、まあ、平たく言えば、こう、あいつって話わかんないやつだな、っていうふうに思われてる人も結構あるんですけども、その中で、こう、自分の凝り固まった考えを直すのにやっぱ2年半ぐらいの後期研修が必要だったよなっていうのは今でも思ってますし、本当に後期研修の最後の方でやっぱこういうことって大事だなっていうことをやっぱ実感するようになったっていうことで、2年半なかったらやっぱ学べなかったことだろうなって思ってるっていうところが、自分の、まあ心の中の変遷というか、2年間で、もちろん知識、技術っていうのは、職研修でしっかり学ぶことができて、本当にそれは良かったなと思う反面、ベストなすごい良い環境だけで研修をしていると、おごりかかぶってしまうような自分の性格があったので、それを、まあ、自制したり直したりするのに、また2年半、後期研修させてもらえたことが非常に良かった、というふうに思っているっていうところです。はい、そんな感じでございます。本当になんか良き環境で良き地にこう導いて、ラッキーですよね。本当にね、通天なって自分でも思います。いいところに、まあ、身を置くことができたですし、まあ、その分、いろんな先生にご迷惑をかけていることもたくさん、本当にね、たくさん迷惑をかけたと思うんですけども、まあ、そういったところでいろんなところに恩返ししたいなっていう気持ちが芽生えているっていうのが今ぐらいの時期かなと思います。
ですね。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。第4回では、救急の研修についてお話を伺ってきました。第5回では大学院のことについてお話を伺っていきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。